Video Diary October the 3rd, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan ビデオ日誌2020年10月3日、林博史です。こんにちは。浜松市からですね、西へ1時間半、あるいはひょっとしたら2時間ほどかかるかもしれませんけれども、そこに出ますか、愛知県の方へですね、県境から少し愛知県側に入ったところにですね、父はという、巨石群、巨石が集まっているところがあります。遺跡と言っていいかどうか分かりませんけれども、今から6年ほど前にですね、そこへ行ってきました。一度行って感動し、二度目に行ってということなんですけども、二度目はですね、逆コースを回ったんですよ。それが良くなかったんですね。あの父岩というところは大変危険ですから、逆コースを回ってはいけないんですよねと思います。で、逆コースを回って、山の岩の間に小道があるもんですから、そこを調子よく逆にね、登ったり降りたりしたんですけども、そのままね、ストンと前へ進みましたらですね、それがですね、穴の中の崖なんですよね。そこでパッと気がついて足を止めたのでよかったんですけども、あのままパパッと調子よく突き進んでいたら、岩蔵の中でですね、岩に包まれた穴の中でですね、7、8メートル、10メートル近く下へですね、私転落していたと思います。たまたま、軽い登山靴を履いて滑り止めがになっていたものですからよかったんですけども、その瞬間私は歩けなくなりましてね、そしてペタッと腰を据えて、そしてもう一歩でも動いたらスルッと足が滑っていくような、坂だったんですね。そこで私はですね、ワイフを呼びましてですね、そして手を貸してもらっていますか、まずやったことは靴を脱いでですね、そしてそのまま靴を下へ投げ捨てました。後で拾えばいいやということでですね、それから靴下を脱いで、そして素足になりました。そうすればですね、滑らないで済むって考えたわけですね。そしてワイフを呼んでですね、そして手を差し伸べてもらったのかなの時、そしてそのままの姿勢で後ずさり、一歩一歩慎重に慎重に後ずさりしながら、その穴から出ましたというようなね、恐ろしい思いをしたことがあるんですよ。で、それ以後ね、父岩へ足を運ぶということもないわけですね。ところが先週だったかどこかでね、何かの雑誌をパラパラっと見ていましたらね、その父岩が紹介されていました。それが今言ってますか、その時撮った写真がこの写真なんですけどもね、実に不思議な巨石群というわけです。これがね、遺跡かどうかということは分かりませんけども、ここの部分でですね、岩が2種類、種類が違うんですよね、これね。それがゲートになっているわけです。おかしいと思いませんか。もしこのような穴が開くとしたらですね、一枚岩に何らかの形でね、浸食あるいはいろんな形で穴が開いて、それが何億年とかけてこのような山になったと考えるのは分かるんですけども、岩がですね、この例えばこのゲートの岩にしてもですね、種類が違うということですね。そんなこともありまして、大変不思議な巨石群だということです。種類が違うということは、もう岩の場合はですね、色を見れば分かりますからね、花崗岩といってもいろんな、花崗岩がありましてね、微妙に色が違うわけです。これがですね、このような形でここに覆いかぶさっているということですね。そしてそのちょうどその位置からですね、反対側に大きな谷を越えてですね、反対側に山が見えると、こういうことなんですね。です。この時はこれが何としても気になりましてね、どうしてこういうふうにすれば自然にですね、こうした岩ができるかということを、その場で考えてしまったんですよね。で、このちょっとこの向こう側へ、下ったところに洞穴がありましてね、その洞穴もまた不思議なんですね。中へ入ると結構広くてですね、そして中段になっているんですよね。その中段の一番左側の端がですね、もちろん私の手で開けることはできませんでしたけども、巨石のね、ドアのようにもなってるんですよ。多分その写真も出てくると思うんですけどもね、今改めてね、自分でこのその時に作った動画をですね、見ているわけですけども、このような穴がですね、すっぽりと開いてるわけですね。今ちょうど線で辿ってみましたけども、一体これは自然にできたのか
どうかということなんですね。それでね、まあ、歩き慣れたような感じの私より20歳ぐらい若い、ね、登山家のような人がですね、2人3人と登ってきましたんで、まあ、その方は入り口のところでね、そういう質問をしたんですけども、登ってきたもんですからね、降りてきたのかどっちか分かりません、忘れましたけど、とにかくその方にですね、こういう質問をしたんですよ。そのこれ本当に自然によってできたもんですかね、なんて聞いたんですよね。はい、まあ、今から思うとバカげた質問だっただろうとに聞こえたんだろうと思いますけども、これ本当に自然にできた岩倉なんですかね、なんて聞きましたらね、その方がね、こうおっしゃってですよ。ここあちょっと話と飛びますけど、この洞なんです、洞穴なんですよね。こうして階段が作ってありまして、中に入るとですね、でこういう岩が、まあ、なってますか、洞穴に大きな洞穴になってましてね、でこの階段といいますか、橋を登っていくと中段のところにちょうど、まあ、水平に棚ができてましてね、でそこへの、まあ、行くんですけども、この岩がですね、どうしてこうして、まあ、なってますかね、同じ種類の岩でね、穴が開いたっていうのは分かるんですけども、今線でつないでみたんですけども、違った種類の岩がですね、このようにどさっと覆いかぶさっているわけです。ここが集団のところですけどもね、ここの一番ここです。このところがですね、ちょうど今青い印につけたところがですね、ドアみたいになってるんですよね。もちろん手で押してもビクとも動くようなドアじゃないんですけどもね、一体この部分ですね、これを押したら何か向こうにあるんじゃないか、あるいはこれ開けたらですね、何かあるんじゃないかと思うようなドアっぽい岩なんですよね。で私その先ほど話戻しますけども、その上がってきた方にですね、これ本当に自然できたんですかね、なんて声をかけましたら、ギョロッと私を見ましてね、自然でなかったら何ですか、なんて言われましたんでね、私はね、まあ、その当時あちこちに岩倉行ってですね、もうあちこちで感動し感激しましたからね、まあ、こんなものが私の家の近くにあるんだということで驚いてね、まあ、そういう、まあ、写真を、まあ、夢中でこう撮った記憶があります。まあ、こうした岩がですね、覆いかぶさってていますか、重なり合ってね、洞窟を作ってるんですよ。これが不思議なんですよね。皆さん、大きな岩があって、それにね、太古の昔に波が打ち寄せたり、あるいは浸食によってね、こうした穴が開いたというならば、同じような岩であるならば分かるんですけどもね、そしてまあ入り口のところもこういう丸い洞穴っぽくなってるわけですよね。一体この父岩とは何ぞやってことになったわけですね。それで日にちを少し置いて、どうしてもね、いても立てもおられなくなりましてね、また2度目に行って、冒頭で言ったようなね、もう本当にヒヤッとすることが起きたんですね。1度目はちゃんと順路に沿っていくもんですから、そういうことはないんですけどもね、逆コースで今度はね、2回目は逆コースで行こうということで行って、この時は入り口から先の岩からね、これこの洞穴に来てますから、最初の第1回目に撮った写真だと思います。で2回目はこれ逆コースに行って失敗したんですよね。こういうふうに岩がありますでしょ、その岩の穴の中ふたたっと入っちゃったんですよ。そうしましたら、それは洞穴の最上部であってね、その最上部というのは洞穴の中のまた岩がありましてね、あと2、3歩、一歩ですね、歩いていったら、そのままステーンと滑って、下へスーンと落ちて、そして大怪我をした、ひょっとしたら死んだかもしれないなんでね、時々思ったこともあります。まあ、これが全体が父岩の様子ですけどもね、まあ、これがですね、雑誌で紹介されていたもんですから、まあ、そうだな、あそこ行ったな、怖い思いをしたよな、っていうふうに思いましたけども、まあ、3度目はまだ行っていません。ということで今日はですね、簡単に父岩の紹介をさせていただきました。大変不思議な岩です。静岡県とね、まあ、静岡市、浜松市っていうのはですね、静岡県の、最も西寄りにある都市ですからね、まあはい、なんて言いますか、すぐ隣が愛知県ということになるわけですけどもね、これがもう一度その時の写真を、向こうでは地岩って言ってますね、地岩って書いて、地岩って言っています。でまあ、その場所をですね、皆さんに紹介しているところですけども、こういうところなんですね。で2回目に逆コースで回って、3度目は、まあ、凝りましたので、私そういうことを経験しますと3度目がいけないと思います。まあ、こういう形でね、どちらを向いているんだろうと、その先ほどのね、入り口の、まあ、門、鬼の門とかって言ってましたけどもね、門があるんですけども、その門を通してちょうど向こうに反対側にですね、三角形の、まあ、尖った山が見えたもんですから、あの山はどこ向いてるんだろうってなってね、調べたわけですよね。で、まあ、そのね、門になっているくらいですから、当然目印の門だから、その
穴の向こうに見えるところはどこかということなんですけども、ティオティオ和漢を向いていたなんてね、まあ、本当にこうなってますか、出来すぎたような話なんですけども、ね、今から思いますとね、しかしそういうことになった、この山向こうにとんかって山が見えるでしょ、あれがどこを指しているかってことなんですよね。なんとティオティ和漢を向いていたなんてね、まあ、考えすぎですよね。まあ、仮にティオティ和漢を向いていたとしてもですね、まあ、それがどうしたんだという部分で次にね、つながっていかないものですから、謎解きもこの辺りで止まったわけですけどもね。はい、ということで、まあ、またこの後続くかもしれませんけど、ね、何しろもうね4年前ですからね、6年前ですか、6年前ですね、2014年ですから、はい、そんなことありません、そう6年前になりますね。はい、今ねその雑誌の中でパラパラと出てきて懐かしいな、もう一度行ってみたいななんてね、ふと思ったんですけども、今ねこういう時期ですから、また春になったら考えてみようかななんてね考えています。まあ私のようなね素人登山家でもですね、まあ登れますけど、今度はもうワイフは無理じゃないかと思うんですけどもね、こんなこと言うとワイフ怒るかもしれませんけども、まあちょっと心配なところがね、やっぱり私でもちょっと不安って言いますかね、まあ6年前の元気はもうないような気がします。ということで今日は愛知県の地岩、父の岩と書いてね、 おっぱいの父ねの父の岩と書いて地岩というところです。まあもしね皆さんの中でね興味を持ってくださる方がいらっしゃいましたら、どうか探検、検証、検索じゃないね探検してみてください。では今日はこれで失礼します。バイ。